皆さんこんにちは。暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。市原市内ではこんな季節にぴったりの冷たいスイーツがいろいろなところでいただけるんですよ。今回の輝きの街市原情報局は、この夏おすすめのひんやりスイーツをご紹介します。こちらは東の里市原の敷地内にありますホワイトメルです。こちら地元の皆さんをはじめ多くの方に人気のパン屋さんとして馴染みが深いんですけれども、美味しいパンの他にこの夏ぴったりのものがいただけるということですが、今、市原の道の駅は市原の農家の方が持ってきてくださった野菜と、果物で、お客様が大好評で来てくださっているんですけれども、うちの方はその中の旬の果物を生ジュースにして、でそれでお客様に提供させていただいております。生ジュースがいただけるんですね、はいはい、もう市原市内では美味しいフルーツがたくさん取れるということで、ね、例えば1月2月はイチゴで、その後に、メロン、それからブルーベリー、そして今が梨とスイカで、秋になったら、イチジクと、まあ、そういう順番で常にこう旬の果物を、ジュースにしてお客様に提供しております。もう顔が見えるお野菜といいますか、本当にすぐそばで、そうですね、それこそ道の駅の果物っていうのは、もう本当に農家さんが一番おいしいところを丁寧に真心込めて思い出で、それでこう持ってきてくださってるわけなので、やっぱりこう甘さも乗ってて痛みも少なく、本当に美味しい果物が道の駅に並んでて、もういつどれを食べてもとっても美味しいですね。その中でも玉田さんのおすすめは、やはり今はスイカです。スイカ、はい、いいですね、はい、スイカジュースなんてちょっと飲んだことがないものですから、なかなか想像がつかないですね。最初スイカジュースはうまく試行錯誤しててうまくいかなーなんて思ったんですけれども、意外とさっぱりしてて美味しくて、でお客様からも大好評をいただいてるんです。わかりました。じゃあぜひ私も今日はスイカジュースをいただいてみようかなと思います。よろしくお願いします。はい、はい、それでは玉田さんおすすめのフレッシュなスイカジュースをいただきたいと思います。いただきます。色がね、綺麗です。いただきます。甘いです。びっくり。もうジュースになってるのに、本当のスイカを食べている時よりも果実味をすごくこう感じるんですね。ジューシーなスイカの味がダイレクトに伝わってとっても美味しいです。夏はね、スイカですよね。スイカ、もう夏を感じるね、いっぱいですね。ちなみにこれスイカはどんな品種を使ってらっしゃるんですか。はい、これはすぐ近くに、の三和地区で、栽培している三和スイカというのを使ってるんですけれども、もうとにかく玉がこう大きいんですよね。で色も普通のスイカとはちょっと違ったウリみたいな色をしてるんですけれども、やはり農家の方が一つ一つ丁寧にね、その大きさまで育てただけがあって、とても味が乗ってて美味しいスイカです。ものすごい甘みとギュッとこうジューシーさが詰まっていて、本当に味がいいですね。とても美味しい、スイカジュースができたと思います。本当真夏でね、体を冷やすのにぴったりですし、お車で来られても、ね、こうジュースぴったりですので、はい、ぜひ皆さん召し上がっていただきたいと思います。市原の旬のスイカをぜひともよろしくお願いします。はい、それから玉田さん、この他におすすめのものっていうのはありますか。はい、やっぱり市原というと、梨なんですよね。今市原でもう梨がね、本当に取れてる時期なので、まあ、梨を細かく切って、でそれでそれをちょっと砂糖と一緒にじっくり煮込むんですね。でそうすると梨のシロップ、果肉たっぷりのシロップ漬けができまして、でそれをサイダーで割ります。
そうすると本当自家製本場の梨サイダーになりますですね。こちらもおすすめです。はい、あとねこちら店内入ると本当に木のぬくもり、もういい香りが漂ってきて、お店の雰囲気もとっても素敵ですので、ぜひ皆さん足を運んでみてください。よろしくお願いします。さあ続きましては、あずの里市原からほど近い場所にございます新風堂にやってまいりました。こちらのお店は市原市内で地元の飲食店を応援しようというキャンペーン、食べよう市原にも参加されていらっしゃるんですよね。はい、はい、もともと老舗の酒屋さんだったということもありまして、地元のお酒、スイーツだったり、たくさんお土産も揃っているんですね、はい、そして隣に併設されているのがカフェということで、美味しいスイーツ、サンドイッチ、はい、なんかも大変人気があるんですが、それに合わせてコーヒーがとっても美味しいんですよね。そうですね、こちらオーナーが自ら焙煎している自家焙煎コーヒーとなっております。それではスイーツをいただく前に、ちょっと気になる店内の方を見せていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こちらは、はい、こちらですね、当店自慢の日本酒のコーナーとなっております。すごいラインナップが豊富ですよね、はい、こちらですね、直接蔵元さんと交渉しまして入荷させてもらってますので、品質としては自信を持っております。続いてのコーナーは、こちらが当店自慢の自家製造スイーツのコーナーになります。こちら東京オリンピックをイメージしたプリンというものを発売しておりまして、残念ながら延期になってしまってますが、当店ではこちら取り揃えて販売させてもらっております。ひときわ目を引くのがこのブルーのプリンですかね。はい、はい、こちらですね、ハーブの一種のバタフライピーという、こちらから抽出した天然の青色のプリンとなっております。こちらジュレ状になっておりまして、うん、味わいはレモングラスのような爽やかな味わいとなっております。新風堂さんといえばですね、このお店構えが本当に素敵で、この夏おすすめのスイーツがあると今日は聞いたんですけれども、はい、まず当店のおすすめは冷たいチーズケーキ、そして夏限定のかき氷、こちらをおすすめしております。新風堂さんのスイーツといえばもうチーズケーキかなという代名詞のようになっておりますけれども、それからかき氷ですか。はい、かき氷はどんな種類を置いてらっしゃるんですか。はい、一番人気のイチゴをはじめとしまして、いろんな種類をご用意させてもらってあります。中でも店長のおすすめは。はい、この夏の一番のおすすめはベリーベリーチーズケーキとなっております。かき氷の名前じゃないような感じがしてしまいますが、ぜひね、今日は私もそのベリーベリーチーズケーキ、かき氷をいただきたいと思っております。よろしいでしょうか。はい、はい、ご用意させていただきます。よろしくお願いします。さあやってまいりました、こちらは。はい、こちらが当店のおすすめベリーベリーチーズケーキのかき氷です。どんなかき氷なんですか。はい、こちら一番人気のイチゴをベースに、当店人気のチーズケーキ、そしてホイップクリーム、そしてベリーの実を添えたスイーツかき氷となっております。見た目がとってもキュートなんですよね。ちょっと暑いので溶ける前に早速いただきたいと思うんですが、はい、付属でついているのこのソースは。はい、こちらですね、食べ進めていってソースが足りないなと思ったらかけてみてください。なるほど、じゃあちょっといただきましょう。いただきます、はい、いただきます。いちごソースが美味しいです。ありがとうございます。甘めのこのいちごソースにクランベリーとかラズベリーも入ってますし、はい、ちょっとちっちゃいの結構酸っぱめのも入っていて、バランスがいい。そしてね、かき氷なのに名物のチーズケーキまで一緒にいただけちゃいます。シンプルなプレーンのチーズケーキがこのいちごのソースとぴったり、酸味と、ね、合わさってとっても美味しいです。あとこれ上にね、まさにこうプリンセスのこうティアラのようにして乗ってるこの飾りがすごい私気に入ってるんですけど、この丸いのは何でしょうかね。はい、こちらですね、チョコレートをコーティングしたオフになります。オフですか。はい、オフチョコですね。そうですね、はい。
ベリーケーキのような味になります。あとサクサクしたこのオフチョコの食感もね、抜群に合いますね。そうですね、はい、これ全部こう一皿でいろんな味、いろんな食感が楽しめて、何よりこのフルーツをねそのまま味わっているかのような、とても美味しい一皿でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こちらは立山自動車道市原サービスエリアです。こちらのサービスエリアは高速道路を利用する方だけでなく、一般道からも利用することができるそうです。サービスエリアといえばレストランやカフェ、美味しいものがたくさんいただけますよね。早速中を覗いてみましょう。はい、サービスエリアの中にある売店にやってまいりました。こちらにはね、特産品や名物がずらーっと並んでいるんですが、こちらの商品ご覧ください。市原の梨を使った梨のお酢、その名も梨の秘伝という商品なんです。市原さんの梨を 100% 使って作られたという梨のお酢ということなんですね。人工甘味料ですとかお砂糖、蜂蜜などは一切使っていないそうなんですが、上手に発酵されたことでとっても芳醇で美味しいお酢となっているそうです。今回は特別に試飲をさせていただきます。いただきます。梨のお酢を5倍ぐらいにお水で薄めていただいているんですけれども、まずお酢の味がとってもダイレクトに届く、そしてその後に梨の風味を感じますね。梨の自然な甘みと爽やかさも同時に感じることができる一品です。エリアの中にはいろんなお店がある中で、続いてはパン屋さんにやってまいりました。一般道から来るお客様の中にはこのパン屋さんだけを目当てにいらっしゃる方もいるそうなんです。中でも人気なのが店頭にも並んでいます、そしてお店の名前ともなっているみやびという名前のデニッシュ食パンだそうです。さあ続きましては屋外にあります売店にやってまいりました。こちらの売店ではソフトクリームやかき氷、ポップコーンなどもいただけるそうなんですが、早速行ってみましょう。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。こちらのお店のおすすめは何でしょうか。はい、市原の梨を使ったソフト、おすすめです。ソフトクリーム、はい、梨ソフトですね。はい、ではぜひ梨ソフトをお願いいたします。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、梨ソフトです。ありがとうございます。見てください、ずしっと重たい、ずいぶんいっぱい詰めてくださいました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと早速いただきたいと思います。ミルクがとっても濃厚ですが、梨がソフトクリームをさっぱりとさせてくれてますね。おいしい。千葉県内にある三芳村の牛乳を使ったソフトクリームがベースになっているそうなんですが、ミルクがとっても濃厚でソフトクリームだけでもおいしいんですが、梨の味でなんだかね、後味がさっぱりとすっきりといただけそうです。夏には、ね、濃厚なお味の中にこの梨の味が隠れている梨ソフト、とってもおすすめですね。とっても美味しい。どれも本当に美味しかったです。皆さんもぜひ
この夏一番のお気に入りのスイーツを見つけてみてください。輝きの街市原情報局、今回はこの夏おすすめのひんやりスイーツをご紹介しました。